方に侵入するときや着陸するときに特に注意して目視するよう指示しました。これらの緊急対策について元日本航空の機長塚原俊夫さんは、発表された対策は基本中の基本、すでにずっとやっていること、基本を守るということしか対策しようがないのではと指摘しています。また元航空管制官の田中秀和さんは、ナンパーの指示が事故の要因かどうかまだ特定されていない、当面停止することで管制官の混乱など新たな事故が起きないか懸念しているといいます。ごめんね、もう田中秀孝さん、ナンパーの指示、ナンパーの指示が事故の要因かどうかまだ特定されていない、当面停止することで管制官の混乱など新たな事故が起きないか懸念しているといいます。国交省は更新の見直しなどについて有識者による検討委員会を設置する方針で、詳細はあさって12日に発表されるということです。はい、ごめんね途中で。さあ、これ浜田さん、レーダーを監視する人員を配置するっていうことなんですけど、基本的にはもう現状では基本動作の徹底をするしかないということになります。ここでやっぱり田中さんが指摘されているように、まだその事故の原因が何かとしてからいろいろ言うとって始まらないな。その作業の手順が変わってきたりとか、はい、まさにその、パイロット側にしてみれば何番目に自分は離陸するのかとか分かりにくくなるんじゃないかなっていうことを懸念するのと、うん、このナンバーワン、ナンバーツーって言われるようなこの指示っていうのが国内の空港全部でって今報道があるんですけど、国際的なスタンダードなのかどうかっていうことで、例えばじゃあ海外の空港に行った時には国際線ではやるとか、日本は違うってなったらまた混乱を生むのかなっていうことをちょっと懸念します。もう一つはやっぱりその空港がやっぱりすごい羽田だと混んでるわけですよ ね。私もよく出張で飛行機使いますけども、もう離発着のディレイっていうか、まあ、遅れっていうのも状態化しているわけですよ、はい。なのでやっぱり中長期的にはこの混雑をどうするのかということと、まあ、この番組でも指摘されてましたけども、便数は増えているけど管制官の数は増えていないという、そうですね、だから一人当たりの業務量と負荷はすごくやっぱ大きくなっている、ここをやっぱり見直していかないと、一人当たりどんなに気をつけてもヒューマンエラーというのはなくならないんじゃないかということ、はい、ヒューマンエラーをなくすことは非常に難しいので、それをどうカバーするかというのが今後の問題の課題になってくるかなというふうに思います。で、これ阿部さん、今後事故原因がだんだん分かってくるんだと思います。そこでまた新たに対策ということになってくるんだと思います。ヒューマンエラー、ヒューマンエラーって分かる、ヒューマンエラーって分かる、次の事故の原因になるかもしれません。ヒューマンエラー、あの基本徹底というのは、まあそりゃそうだ。一方で都市の競争という意味で言うと、東京にしてみると羽田空港は一つすごく鍵になっているのに、このままのペースで東京の発展のために羽田空港の接着率回数を増やし続けていくのでいいのかっていうのはちょっと考え直した方がいいかなと思います、はい。あの田中さん何回も来ていただいてますので、やっぱり話聞いてると管制官のやることがちょっと多すぎるんですね、はい、ね、というのがあります。玉川さん、これあの管制官による監視体制の強化で、滑走路の誤進入に関して番組でも取り上げましたけど、誤進入があれば滑走路が黄色く変わってですね、画面ですね、画面、はい、それで誤進入した木は赤くなるっていう、はい、そういうハードウェアによるバックアップ体制今でもすでにあるということなんですよね、ただそれは常時監視ではなかったっていうふうなことなので、はい、それを常時監視にしていただくっていうのはですね、あの僕すごくいいことだな、そうですね、とりあえず緊急対策として、はい、あの本当はやはり原因がはっきりと分かってですね、その原因がこうだからこういうふうにしますっていうふうなことがあることはやっぱり求められるんですけど、当面ここはあの人員配置増やしてもらったっていうふうなことは安心につながるなと思って、対策としては今できる対策としては納得できるんだろうなと思います。で、原因分かってきたらさらに新たな対策っていう、そうですね、いまだに分かってないですからね、はい、やっぱり一番大事なのは再発を防止するということになると思います。さっき田中さんおっしゃったモニター、黄色くなるのは、はい、音が出ないっておっしゃってましたよね。言ってましたね。せめてなんか音が出るといいなって、そうですね、あの番組でもね。そうですね、そのためにはハードウェアを変えなきゃいけないと思うので、でね、まあ、音はいいのか、それとも誰が出たって言った、振動が変えたり、いや、しばくさんこと見よるんで。だけど、出さすって言わない、出さすじゃない。そう、議論ですね。音が出すぎてもさ、はい、ね、いろいろ混乱になる。抗原病やろうね。本当にもう再発を防止というところ、同じことは絶対起きないです。そう、はい、では続いてです。歌手の八代亜紀さんが去年の12月30日に亡くなっていたことが分かりました。
八代さんは去年の9月、膠原病を発症したことを公表して療養中でした。膠原病で歌を歌ったり元気にできないの本当か。艶のあるハスキーな歌声で人々を魅了し続けた八代亜紀さん。つやのある白紙な声、白紙ハスキー、ハスキーはつやがないね。つやがある白紙な声でおかしくない？歌詞に登場する人物の生き様を歌い上げ、ヒット曲を連発した演歌の女王。昭和の名曲、難病で療養中、八代亜紀さん、死去。でもあなたはご自分自身で歌手になろうと決めになったんですってね。とっても大きなキャノミルで気分さん18月に行ったのを、特番が反対したの。それで、私の道はこれかなと思ったの。長女ですから、お兄さんじゃないでしょ。女の子なし、お嫁に行ってしまえば、全然親孝行する時がないっていう感覚が自分であるのね。だから私が長男につもって出世するまでは帰らない。もうね、夜空を見て絶対出世して、あの楽させてあげる。お父さんとお母さん待っててちょうだい。熊本県八代市出身で、中学卒業後バスガイドとして働き始めるも、歌手への夢が諦めきれず、キャバレーで歌い始めた八代さん。1979年、八代さんを一躍有名にした曲が。カット版飲み込んだんじゃろうか。それってあったんじゃろうか。さあ、どうかな。魚これして映画上手なんじゃろ。ミソラヒバリに書いた歌なんだ。ほぉー、アクリスさんの映画、浜圭介さんの歌あっていう人あんまり好きじゃないね。おとりは才能は歌だけにとどまらなかった。10年前、八代さんの箱根にある別荘を取材した貴重な映像では、はい、あ、どうも、あ、いらっしゃい。フミキーでしょ。ねえ。およそ30畳もあるリビングに立派な暖炉、ピアノの天板で作ったバーカウンター、さらには世界遺産白川郷から移築した料理まで。中でも自慢の場所が、こ
がね、はい、はい、うん、はい、なんと湯の花がすごいたまるんですよ。つまり源泉かけ流しってやつです。この豪華な別荘で八代さんが取り組んでいたのが、うん、これはもう2ヶ月前に来て帰っていったやつなんですけど、部屋にずらりと並ぶたくさんの絵は全て八代さんが描いたもの。ここもこれ入るとフッとしますね。はい、もう画家さん、画家が来ちゃうんですね。八代さんは世界最古の美術展フランスのルサロン展で5年連続入選し永久会員に選ばれるほど。八代さんにとって絵を描くことは好きなことやるワクワクと喉を休める時間、3日間っていうのがまた次に行ったら大丈夫です。そればっかりやるとね嫌いになっちゃう。だから好きなこと絶対やってください。見てよ、大事です。これ体調不良を訴え去年9月から活動を休止していた八代さん。少しの間大好きな歌と絵から離れなきゃいけないのは寂しいけれど必ず元気になって戻ってきますので待っててね。病名は抗原病一種抗 MDA5 抗体陽性皮膚筋炎と急速進行性間質性肺炎。八代さんは療養を続けていたが容体が急変し先月30日息を引き取った。みんなすごいびっくりされて雰囲気が変わったなと思って、その孫たちもびっくりしたね、うん、大人気の薬用育毛剤。
ないよ、あんたの取り皿これ。女性にかぼちゃ入れたらいいかも。どうしていけんの？かぼちゃのかぼちゃになるって味が一緒になる。かぼちゃのおかずにかぼちゃの汁になって味が一緒になる。味が。私は日本橋社会町の神戸屋京華堂の主栄之助でございます。あら、京華堂さんの知ってるの？ええ、まあ、しょうがない。もう古いのれの大きなお棚ですよな。じゃあ10両もらおうか。どうぞ、お願いします。教科堂の主人が傷を受けたことを知っているのはごく限られている。
望は出会うじゃないの。しかし、あんた方なんで強化堂の CD を狙うのかね。あんたが金が目当てとは思えんのか。そんなことをするな。あの浪人たちはただの金目当てだな。わざわざ怪我の様子を確かめたりはせんのかな。なるほど。お嬢さん、はい、あの強化堂のご主人というのはどういう人物だ。よく知っての亀戸屋に聞いたんですけどね、うん、なんでも強化堂さんは三郎団子の御用を一手に引き受けて仕事も儲けてるそうですよ。大名と滝山家が三番にそかれてた。滝山家と言いますと昭和の国で三万石滝山藩のことでございます。そうか、そういえば滝山というのは亀戸特産地だ。それで紙問屋と取引もあるわけか。しまった、20円にするんだったな。はい、先生には大盛り、今日の席を10円、よろしく。となると、あの浪人たちも滝山藩と関わりあるのかな。うん、かもな。一応、滝山藩の内容を調べてみましょうか。うん、おやさん。はい。服部助に、駒を使おうなどと、新しいレイマー。わかりました。
下に届いて簡単ホワイトニングキュラ、通常価格4180円のところを初回限定半額以下の1995円。このチャンスお見逃しなく。お申し込みは0120-881-250、881-250まで。お得な定期コースも。全国から夢を求めて集結する銀座、その中心で始まるフードビジネスプロデュースにあなたも参加しませんか。さあ始まる銀座サクセスストーリー、展開発グルース。自転車を投げつけるぶち切れ男、怒った。男が激怒する驚きの理由とは。ザ・追跡木曜夜。ここらだよ。Jチャンネル。ここからは全国の天気、今村さんです。お願いします。さあ今日は広範囲で雨や雪が降っていまして、西日本でも雨が降りました、はい、そして北陸方面まとまった量となったんですよね。で北陸はだんだん今止んできてはいるんですが、地盤がさらに緩んだことが考えられますのでね、雨が止んでも引き続き警戒は続く。こちらあとの予想ないですね。南部ほど雲がかかる時間が長くなりそうなので、昼間でも一桁のところが多くなります。さらに明日風も冷たいので、しっかりと暖かい格好をしてください。この先の予報です。しばらく広く晴れそうなんですけれども、空気の乾燥が気になる状態続いていきます。土日は朝の冷え込みが厳しいところが多くなりそうです。東日本と北日本です。こちらはたびたび寒気が通過するタイミングで雨や雪が強まりそうです。次は金曜日から土曜日にかけて北陸でも雨や雪、さらに風も強まるでしょう。来週初めに再び強い寒気が流れ込む見通しです。明日は鏡開きということで、Bunaちゃんはもうお餅食べてるんですか。明日ですよ。お天気をお伝えしました。新年恒例福男選び、壮絶なデッドヒートで一番福は誰の手に。車の傷は、ああ困ったなと思う時、お客様 GK99 スクラッチリムーバーがおすすめです。GK99 スクラッチリムーバーって何ですか。車の傷の部分に擦り込んで磨くだけで傷が目立たなくなる、フランスから輸入したすごい商品なんです。傷の部分に擦り込んで磨きます。だんだん傷が目立たなくなってきましたよね。白いクリームなのにどんな色の車でも使えるんですか。はい、黒、赤、グレー、どんな色の車でも傷が目立たなくなります。すごい。ドアの傷だって擦り込んで磨くだけでこんなに目立たなくなります。ヘッドライトの極みにも使えます。こんなに綺麗になりました。すごいすごい。でもお高いんでしょ社長。いいえ、これまで車の板金業者さんに頼んでかなりお金がかかったから。1本3800円、日本で6800円でご紹介です。1万円もしないの。安い。1本でこの量だから、ちょっとした傷なら何回でも使えてとってもお得ですね。でもどうして傷を目立たなくできるの。 GT99 スクラッチリムーバーは成分中の透明な樹脂の粒子により傷を埋め、自動車のボディカラーに関係なくクリア層の小さな傷を目立たなくさせることができるからです。車以外にも外国人、電車、スーツケース、掃除機などの傷にも使えますね。車の傷の部分に擦り込んで磨くだけであっという間に傷が目立たなくなる、フランスから輸入したこのすごい商品、1本3800円、日本で6800円のご紹介です。1万円もしない。安い。はい、お申し込みは0570-666-443、または画面の二次元コードからどうぞ。オーマイはパスタ作り70年、麺にはちょっと自信あり。その上大きな具にこだわり抜けば冷凍パスタは大きく変わる。ほら具がとろりどっさり、いつもすごい。
ームページまで。住み慣れた我が家を暮らしやすく、いろんなリフォーム安心サポート JA リフォームホーム。今ならライフサポートキャンペーン実施中。ネット買い審査が断然便利。リフォームローンは JA モンク愛媛。3コマニュース、小笠原さんです。船歌や雨の慕情などのヒット曲で知られる歌手の八代亜紀さんが12月30日亡くなりました。73歳でした。近年は膠原病の一種のため活動を休止していました。心にしみる数々の名曲を歌ってきた歌手の八代亜紀さん。熊本県八代市出身で1971年にデビュー。演歌の女王と呼ばれ、幅広い世代から人気を博しました。この世代でみんな知ってる歌が多いので、なんかダメだったなと思って。お酒はぬるめの香り。数多くのヒット曲を生み出し、1980年には雨の慕情で第22回日本レコード大賞を受賞しました。そして歌手だけでなく画家としても活躍した八代さん。絵は自分の内面が知ったされるというのが絵です。30年ほど前から八代さんに絵画を教えてきた画家の市川元春さんは、絵がとても好きで真面目な人でした。こんなになるなんて人間にも。また八代さんは被災地支援にも力を入れていました。八代さんは去年9月に膠原病のため年内の活動を休止。復帰を目指していましたが容態が急変し、先月30日に亡くなりました。もうこれちょっといらんけん食べてね。すでに大切にしていた言葉はさっきありがとうでした。一人では何もできない、支えてくれる周りの皆様に感謝を、という父と母からの教えを八代自身は体現し続けてまいりました。コロナ禍